さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気です。さあお伺いします、はい、お二人は地方の不動産、うん、興味ありますか。地方の不動産に興味、うん、わかんないよね。そうですよね。投資とか、うん、投資か。これはでも将来のために。そうですね、もうしてそうですね。まだ したいですね。大自然あふれる大きなお家に、はい、住みたいですけど、投資ですもんね。将来的にね、うん、はい、しかもちょっと地方っていうと自分が知らない土地だと不安もあるんじゃないかななんて思ったりするんですが、はい、今回最初にご紹介するのは地方小売回り不動産投資に特化した不動産投資コンサルティングを行っています、こちらの企業様です。現在少子高齢化が進む日本で目を背けることのできない現実が迫っている。それは地方を中心に広がる空き家問題だ。平成25年に発表された総務省のデータでは、国内に約820万戸の空き家が存在。これは既存の住宅7、8軒に1軒の割合となっている。そこで地域社会の求める住空間の提供をインフラビジネスとして大きく展開し、投資だけでなく事業家的な観点から地方を舞台にクライアントサポートを全力で行う男がここにいる。ゴールドスワンキャピタル株式会社代表取締役伊藤邦夫。知識、スキル、経験、この3本の柱を強みに地方不動産を中心とした投資から賃貸経営に至るまで求められる多様なニーズに対応し、生涯を通じたパートナーとして顧客に寄り添った事業を展開する。今回は伊藤邦夫をスタジオに招き詳しく話を聞いた。まずは11年間続けたサラリーマンの生活から不動産投資の世界へと飛び込んだ伊藤に、これまでの歩みを振り返ってもらった。自分の中でその挑戦するっていうのはすごく大事な価値観であるんですよ。でもともと野村証券11年いて、その中でまあずっと当時もまあ証券会社で投資の仕事をずっとやってたんですけど、20代後半ぐらいから個人的に不動産投資やりだしたんですよね。まあ私も最初いろいろ失敗もありましてですね、紆余曲折しながら頭抱えてやってってですね、結局最終的にサラリーマンにとって地方の収益物件と一番合うんじゃないのか、ある程度まあそちらで生活できるようになったので、まあ、好きなことをしようと。でまあ当時はサラリーマンになった頃はやっぱり大企業入って出世するのがいい人生なのかなって思ってたんですけど、社会人になっていろんな方と付き合い出すと、自分で企業を創業して、それで自分の好きな仕事をやってる方の方がなんかいい人生だなと思ってですね。説得力あるよね、はい、失敗もありましてって言ってで今はもうこれで何食べていけるようになったから、今度じゃあ好きなことやるみたいな。そうですね、そこが人生じゃないかっていう。そうですね、好きな仕事はしたいっていうのがありますので。でも数ある中でどうして不動産投資だったのかな、 FX だったりとかいろいろあるじゃないですか。そうですね、私自身24歳の時に野村に入って、最初国債、日本国債のトレーディングやってたんですよ。で29、30ぐらいまでずっと債券のトレーディングやってまして、その時にですね、投資家として見た時に極力キャピタルゲインって上げ下げを狙う投資よりも、まあ、配当を取る投資の方が硬いなっていうのに気づいたんですよね。当時まあ債券のトレーディングやってたので、上がるか下がるかって当てるんですけど、まあ非常に難しいと。なぜならまあ皆さんがそれ狙ってマーケットに来るわけなので、これはまあ1回や2回は当然ね、半々の確率なんで当たってするんですけど、長期的にそれ当て続けて資産を増やすというのは非常に難しいと。一方手堅い投資っていうのはまあ配当を取る、ただそれって最初にお金ある程度ないとできない投資なんですけど、幸い不動産っていうのは借り入れができるので、そうすると自己資金があんまりなくても意外に配当は取れる投資なんだと。そういうことで不動産面白いなと思ってですね。
うん、会社勤めの人がたくさんやるようになってるんだね、うん、そうですね、今借りられてね、置いてますね、はあ、続いては地方の不動産に重きを置いているその理由について聞いてみた。あの地方で、はい、あのまあ、不動産投資するってなると、はい、やっぱりまあ人が減るとか、まあ、高齢化が進むとかで、うん、皆さんまあちょっと二の端を踏んでしまうじゃないですか、うん、ただ逆に言うと、まあ、投資家さんがあまり来ないマーケットなので、よくまああの精査してみると、まあ、実はいい物件って結構あるんですよと。なるほど。そういうコンセプトでやってるんですよね。一番の売りっていうところも、そういった他の方がなかなかあまり着手してない部分でおすすめできるってところですか。そうですね、うん、でもデータ収集とか大変そうですよね。まああの全部お客さんに紹介する前に当社の社員が現地に行って調べて、まあ周りの入居率調べたりとか、周りの不動産会社さんに聞いて入るかどうかって確認したりとか、リサーチをやられてそこから進めていくっていう。そうです。場所によって勝ち組負け組っていうのは分かれてまして、土地の物件を選べば枚数計も難しくないって考えなんですよ。例えば日本全国で人減っていくじゃないですか、はい、でも東京とか一都三県って他のエリアから人が入ってくるので人って減らないじゃないですか、はい、で例えば中部で見ても、中部でまあ名古屋静岡岐阜って見て、名古屋って人減らないじゃないですか、それはまあ周りの三重岐阜や静岡から人が入ってくるわけです。また三重は三重でその全体で見てもやっぱり名古屋にアクセスのいい四日市とか桑名とか津とか、そういうところは人が減らないと、うん、じゃあまあ逆にあの南の方の伊勢とか島とかその辺って人が減っていく、はい、人口減少激しいんですけど、うん、じゃあ伊勢や島がダメかっていうと、またその中でも駅周辺の一等地とか商業施設があるところですね、はい、とか島の中の不便なとこからそういうのに人が移ってくるので、逆に人が少ないところが良かったりするんだな、はい、投資するにあたっては、うん、いい場所なら、はい、その見極めがやっぱ本当に難しいですよね。そうですね、はい、そこはもうあのやはり弊社でやっぱり毎月何十、まあ、10と20との物件見てますので、そこは入る入らない判断できますし、今不動産業界ぐーっと上り坂のように感じるんですけども、はい、やっぱり投資される方も増えてるんですか今。やっぱり多いですね、うん、やらなきゃもったいないですか今。まあみんながこれだけ盛り上がってると逆に気持ち悪いなっていうのは正直なところで、結局不動産投資ってあの特にまあ弊社が扱っているものは、まあ、家賃収入から借金を返していくってそういったスタイルですので、まあ、上がるから儲かる下がるから損するではなくて、ちゃんとした場所で満室経営してそこから返済返して資産を形成していくってこういったスタンスですので、あんまり上がり下がりって気にしてないんですよね私自身は。我々みたいな素人がやるとなんか怖いような感じもするんですけども、やはり勉強して勉強してやる、やらなきゃいけないですよね。で、まあそれだけ簡単に買って儲かるのであれば皆さん儲かりますので、そういうサポートをもしていただけるんですか。そうですね、そういったあの投資についてのコンサルティングからやっぱり物件の選定、あと買っていただいた後の運営の方まで全般的にお手伝いすると、こういったコンセプトでやっぱりマンションの一棟もののあのマンションを買われた後でどうやってまあ周りの不動産会社さんと付き合うのかとか、うん、なんかトラブルがあったらどう対応するのかとか、まあ、弊社自体も十数と物件保有してますので、うん、その辺のノウハウもあの豊富にありますので、あここでお手伝いできますね。どのぐらいの投資からって最低どのぐらいからあるんですか。ちっちゃいアパートであれば1000万2000万からでも買えますし、まあ、いきなり大きい1億2億の物件買いたいって方もいらっしゃいますし、自分に合う投資をされるのがいいと思います。そうですね、いやいろんな考えがあってね、サッカー選手も、はい、サッカーの現役の寿命が短いので ね現役の間に、はい、まあ、それなりに行った選手は物件をね、はい、選んでもらったりして、はい、4棟ぐらい持って、はい、で家賃収入でっていうすごく堅実的なあの選手たちが今増えてるんですよ、はい、だから迫力はねえのかなと思ったりするんだけどもでもね、でもそれって大事なことで、そうですね、そういうことって現実に行われてるんですけども、そういういいことだっていうか、そういうことですよね運動選手でもね。そうですね、だからちょっとこちら の, あの本でも書いてるんですけど、これはまあ私 の, あの証券会社にいた時代の
エピソードとか結構メインで書いてるんですけど、はい、いくらお金を稼いでも、はい、全部使ってしまうと、まあ、豊かになれないと、うん、逆にまあ年収が低くてもちゃんとあの自分で資産形成してお金の管理ができればすごく豊かな生き方ができるんですよ。伊藤さんが考える地方物件に投資をするときにここがポイントだよっていうのがあれば。首都圏の今あの価格はすごく上がっているので利回りが低いんですよね。やっぱりあの取引されている物件って 4%5% とか 6%7%、はい、そこはまあ地方行くとやっぱり今でも 10%11%12%3% とかって物件がありますので、ある程度お金ある人があの投資するのであれば首都圏の物件で、それでまあ自己資金2割3割入れて回していくっていうのもいいんですけど、弊社のお客さんでもサラリーマンの方多いんですけど、自己資金極力入れたくないと、極力まあフルファイナンスであの投資されたいと。そうするとやっぱりまあ地方にならざるを得ない、利回り高い物件投資せざるを得ない、まあ、しょうがなく地方手出してるみたいな会社が非常に多いんですけど、ただ弊社の場合はもう元からあのこんなのもう 4,5 年前から創業時から地方に特化してやってまして、逆に弊社みたいに地方にずっと特化してる会社っていうのはないですね。今実際いかがですか、はい、地方の物件の状況といいますか。やっぱりまああのその人口減少とか高齢化とか過疎化っていう環境は正直良くないんですよ、うん、だまあ一般的にまあ物件ってあの東京だと9割ぐらいで回って地方だと7割ぐらいですよと。ただ現実的にじゃ あ, あの入居率7割っていうことはどの物件も7割なのかって全然違ってて、ここもまた勝ち組負け組に極化してて、入居率4割5割の物件もあれば8割9割の物件も一部あるっていうのが現実なんですよね。人が逆に言うと7割いるので、そのマーケットの中で勝ち組の物件を作れば逆に満室持っていけますので、それはやっぱりちゃんと管理会社と付き合うとか周りの不動産屋さんと付き合うとかそういうことをやっていかないといけないので、例えば石川県の加賀市の駅前にあるマンションで、まあ人口7万人で地元の不動産屋さんに聞くと毎年1000人人口減っていってると、だから投資しようと思うんだけど聞くともう皆さんやめた方がいいっておっしゃるんですけど、逆に言うと7万人いて、まあ毎年1万人減っていっても10年後も6万人いるマーケットなので、そこの部分をちゃんとリーシングできればまあ毎月できるだろうということで、もともとは地元の不動産が10年持っていてずっと入居率半分で回ってた物件なんですけど、弊社が買って1年でほとんど満室に今なってますね。すごい。今こう買い取り強化のためにキャンペーンをされてるって伺ったんですが、はい、物件情報の仕入れは地元の不動産屋さんとのつながりなので、やっぱり今こういったあの買い取りや物件情報の取り合いっていうのも、まあ、あの加熱してるので、うん、それでまあ普通に物件情報くださいじゃなくて、ちょっと目を引くことやろうよっていうことで、なんかハワイ旅行プレゼントとかですね、ちょっとあの一風変わったことをやって目を引くようなこともやってますね、うん、投資家そして事業家として生活の要となる住まいを通し地方社会への貢献も目指す伊藤邦夫。そんな男が掲げる今後の展望とは。弊社はやはりあの地方にすごいあの投資のチャンスっていうのがまだまだ多いと思ってますので、まあ会社として地方の不動産投資はゴールドサンキャピタルだ、ただあのナンバーワンブランドを目指してやっていきたいと。やっぱりまだまだ地方はいけますか。そうですね、まだまだチャンスいっぱいあると思いますね。そうですか。最後になりますが、はい、伊藤さんの格言をお伺いできればと思います。まあ投資の世界で人の行く道の裏に花道ありと、やっぱり人の目をつけないところをちゃんと一個一個調べていって、それでいい投資チャンスを探していくと、これは非常にいい投資なんだと、これはあのそれを座右の銘にして会社をやっております。本当にね、素晴らしい勉強になる話、本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さあ続いてご紹介する企業様なんですが、お二人は歯医者さんを選ぶ時のポイント、歯医者さん、
抱くしないこと、抱かされないこと、先生が優しいこと、はい、そうですね、明るい雰囲気なこと、明るい雰囲気で、はい、名医なこと、あ、そうですね、あ、でもやっぱり選ぶのって難しいですよね、難しいな、うん、今ね、たくさんあるけどもね、はい、うん、ということで次にご紹介するのは、うん、開業から27年、患者様お一人お一人に合った歯科医療により、歯とお口の健康を通じて患者様へ真の幸福を提供し続けています。こちらの企業様です。あなたにとっての一生のパートナーとは一体何だろうか。例えば生活の時間を多く共有する仕事や家族といった関係性は今も変えがたい存在としてあり続けている。同じように私たちの歯も長い人生を共にする上でかけがえのないパートナーと言えるのではないだろうか。そんな豊かな暮らしの基礎となる口内健康を医療の現場から適切にサポートし、患者にとって最後の治療場所を目指し、安心安全な環境づくりを日々追求する男がここにいる。医療法人社団スマイルプラス、宇田川歯科医院理事長宇田川博隆。院内の設備や衛生面にもこだわり、治療で飛び散る有害な粉塵への対策としてフリーアームホルデを採用。時代のニーズに合わせた滅菌消毒を徹底し、口内トラブルの原因除去から再発防止まで各分野に精通したスペシャリストでサポートする。今回は患者の真の幸福を追求する宇田川博隆に詳しく話を聞いた。皆さん歯医者さんというとどういうふうな、ね、イメージを浮かばれますかね。なかなか行きづらい怖い音が気になったり、っていうと優しい先生がいてくれたらいいななんかそういういろんなイメージが出てきますね。そうですね、はい、まあ、皆さんが普通に想像する歯医者さんというと、やはり今おっしゃったように、はい、あんまり気持ちの良くないものをイメージすると思うんですけど、私が専門としているのは口腔インプラント、歯科インプラントといいまして、まあ、歯のインプラントですね、はい、そこが私の専門でもあります。その他にも専門医の先生が別の分野でいるので、はい、それが歯科の矯正、歯並びの矯正とか、あと口腔外科ですね、特に歯を抜くのの専門の先生がいたりとかして、まあ、大人数でちょっとやっている委員です。開業から28年目を迎える宇田川歯科医院。宇田川が行っている歯科医療の根底にある3つのステップとは。実はですね、歯が悪くなる原因って何だかご存知ですか。歯磨きがされてないのでそういう歯垢がたまったり、まあ菌もあるのかもしれないけど、うん、そういうことだと思うんですけれども、はい、まあ、実はですね、今分かっているのは大きく分けて2つ原因があります。1つはですね、いわゆる口の中のばい菌によって起こる炎症であるということです、はい、でもう一つは噛み合わせとか、まあ、現代社会ストレス多いのでですね、食いしばりとかされる方結構多いんですよ。歯ぎしりですね、まあ、そのような無理な力が歯や顎にかかることによってものすごくダメージを受けてしまうんです。実は虫歯もばい菌によって起こる感染症と言えるんです。実は虫歯もうつるわけなんです。あと歯周病なんかもばい菌によって起きてくるので、色っぽくない話で申し訳ないんですけど、男女間のキスとかも、はい、色っぽいですよ十分色っぽいで、ね、でもそれによって歯周病が移るんですね。あ、やっぱり移るんですか。そうなんですね。なのでこの原因がある限り歯を削ったり削って詰めるかぶせるとかやっても原因が残っていて、それやっても全く意味がないんですよ、うん、お家で言うとね、もしお家にシロアリがいたら、シロアリがいてなんか土台がこう腐ってるということがもし発見されたらすぐ大工さん呼びます。退治してくれる。そうですよね。まずシロアリを退治して、そしてそれから大工さん呼んできて直しません、うん、まだうじょうじょいる状態でいくら落ちたて直してもまたなるっていうふうに思いません、うん、そうですね、でも今までの虫歯の治療ってまさにこれだったわけですよ。じゃあシロアリがいなくなりました、でお家も綺麗に直せました、で次にはまた同じことが起きないように予防していくっていうことが大事なんですね、うん、この原因の除去、そして機能の回復、そして再発の予防を、まあ、私が作ったんですけども治療の3ステップと呼んで、これを全ての患者さんに納得してお話をしてご説明して理解していただいて、そして納得した上でこの流れに沿って
うちは治療を進めているんです。やっぱこういうものっていうのは好きなもの道具を使った方が長続きするので、まあ、好きな道具でいいと思うんですが、歯は結構いいんだけども、なんか歯茎の方が腫れたりする場合には、無理に硬い歯ブラシ使いますともっとあの歯茎痛くなってしまいますので、その時の症状や状況に応じて歯ブラシというものは常に変えていかなければいけないんです。まあ、今もしじゃあどんなのがいいのかなっていうことで分かりづらいと思うんですが、第一にシンプルな形がいいと思います。なぜかというと道具なので、道具というのはまっすぐなものの方が自分の意思に近い動きをしてくれますよね。これがもし途中で曲がっているとちょっと方向変わりません、うん、そうですね。よくこういうふうな形の歯ブラシも売っているんですが、はい、じゃあこれでこうやってやると動きってちょっとおかしくないですか。ここに毛先があるとすると、こうやってやったらこう曲がってると一見良さそうなんですけど、実際はすごくこれで歯を磨こうとすると磨きづらいので、やはりシンプルな形がいいな。それからあと自分の手にこう馴染む、うん、まあ、それを使って実際にやるときに汚れが見えるようにして磨くっていうのは本当は大事なんですよ。皆さんがお食事をして食べたご飯、美味しい食べ物は口の中に生息しているバイ菌たちにとってもごちそうなんですね。食べ終わった後にバイ菌も、まあ、ちょっと汚い話になって申し訳ないんですけど排泄をします、うん、それが水飴状のものになっていて、それが歯にベタベタくっつくんですね、うん、歯にベタベタくっつくから、そこでバイ菌も歯にくっつくことができるんです。で歯にくっついてるんだけど、まあ、なぜか歯と同じ色をしてるんですよ、うん、なので見えないんですよ。それは隠れてるようなもんですよね。逆手にとってですね、染色剤、それを歯に塗るとですね、実はバイ菌のその汚れがしっかり赤く染まるんですよ、うん、まあ、そういうふうなことをしっかりやって磨くと。で特に汚れっていうのはやはり隙間とかにつきやすいの、うん、へこんだところに汚れが残りますから、ちっちゃな歯と歯の間、歯と歯茎の境目を細かく動かして取るっていう、これが大切な磨き方です。まあ、このように原因を取った後に、どうしても先ほども言いましたけども、歯というのは自分で再生する能力がないので、穴が開いたところはやはり詰めないとならないんですね。また歯がないところに新しくこう歯を作りたい、今まではまあ入れ歯とか、まあ、ブリッジといって2つの歯を削ることによってそこに端をかけて歯のないところにね歯を持ってくるというやり方があったんですが、インプラントのように骨の中にですね新しい人工の歯根を埋め込むことによってそこに新しい歯を作るという新しい方法がありますよね。まあ、このような方法も出てきているので、まあそういうふうなためには、でも体の方の状態とかいろんなことを審査しないとできないんですけども、まあそして安心安全な治療をしていくと本当にいい治療法だと思います、インプラント治療はね。そして全ての治療がいわゆるその機能の回復の治療が終わって、かぶせたりなんかしたりするのは、まあ一生で最後にしたいと、うん、そのためにはせっかくきれいに治ったところは常にチェックすると、定期的に管理していく予防ですね。2つ目の強みとしてもインプラントって単語が出てきました。こちらについてはいかがですか。やっぱり目で見えている虫歯のようにそれを削って取って詰めるという治療とはちょっとなんていうのかな、次元が違う治療なので大変素晴らしい技術であるし、ただやはりそのためにはものすごく勉強して、まあ、この顔面のですね頭部の頭蓋骨の解剖学がしっかり分かっていないと手を出すと危ない治療でもあるんです。私は世界最大のアメリカのインプラント学会である ICOI というアメリカのニュージャージー州に本部がある学会の指導医、指導医というのは専門医を指導する人たちなので、専門医のまだ上なんですね。その資格を取得しています。では3つ目、宇田川歯科医院さんの強みは何でしょうか。歯科の場合にはやはり治療代が必要になってきますよね、うん、その他にやはりレントゲンもいろんな種類があっていて、まあ、一番トップレベルが CT3D で見れるものですね。まあ、これがすごく歯科の治療にとっては、進歩にすごく貢献したと思うんです。まあ、当院の場合には早い時期からこの CT を入れていくと、もう CT ももう当院では2世代目のものにも変わってますので、特に歯科では早い時期から入っていると思いますね。でこの他に目覚ましい機器というものがやっぱりレーザーとか、超音波を使って骨だけを切ったりとかするようなそういうふうな機器とかたくさんあるんですね。まあ、そのような機器を常にこう取り入れていくと、もうこれは実はすごく大変なことでもあります。その他に当院の場合は口の中にはたくさんのバイ菌がいるでしょ。そのバイ菌が飛んでるわけですよね。
そうするとそれは誰が吸うかというと患者さんも吸うけど、うん、我々も実は吸っているんですよ。それを外に出ていかないように患者さんの口元に大きな、また、まあ、掃除機みたいなもんなんですけどね、それで吸い取って外に出してしまうような口腔外バキュームというふうなものも設備しているんですよ。でね、面白いことにですね、院内の環境がきれいで、なおかつそれで空気清浄機なんかも置きますから、あのスタッフのね、こう肌が、前に別の院さんで働いてた子が当院に転職してきたら、ここに来たら肌がすごく荒れなくなったというふうに言ってます。いうぐらい診療室の環境はすごく、空気のね環境はすごく大切なんですけれども、まあ、このようなものにも設備が必要なんです。でこれを入れたからといって別にね、それを患者さんにチャージするわけではありませんから、これはやはり私の医師としての両親から、もともと開業今年で29年になった、もう満29年なんですが、5月でもう開業当初からこれはやってるんです。いろんなところに配慮されてるね、はい、うん、安心安全のサポートを理念に、患者に一番身近な治療法を一人一人に合ったプランで提供している宇田川博隆。そんな男が見据える今後の展望とは、まあ、ついこの間も私ロサンゼルスの UCLA っていう大学に行って勉強して帰ってきたばっかりなんですけども、アメリカとか、アメリカもニューヨークとロサンゼルスでまたちょっと歯科の考え方が変わっていたりとか、あとヨーロッパとかものすごくこう進歩していく国っていうのがもう結構限定されてきてはいるんですね。で日本は常に追っかける側なんですよ。我々を含めてトップの人間がもっともっと開発していくってことも大切なんですが、もっとこう若い人たちにですね、より多く海外やなんかに目を向けてもらって、常にこの最新とか最善ですよね、もう本当に患者様にとって一番いい治療法とかなんかをこう考えていけるようなね、そういうふうなものを作っていきたいな、まあ、実は自分の娘がですね2人おりますが、2人とも同じ道を進んでおります。そうですか、はい、特にだからそういう意味でも若い先生たちの、まあ、こうなんかアドバイスしてあげられるような、まあ、そんなふうな、私これ、ね、結構なんか柔道やってるんですかってよく言われるんですけど、やってはいないんですけどね、やってはいないんですけど、どっちかというとそういう風に見られるので、はい、まあ、宇田川道場といってですね、今度若手の先生たちをサポートするようなね、まあ、塾っていうか勉強会をこの冬ぐらいからね、始めていこうかと思ってます。ダーンっていう肩幅がね、はい、男らしい後進の指導のためにも、はい、先生ますます頑張ってください、はい、ありがとうございます。本当ありがとうございました。ビジネスブックコレクション。物流業界は関わりの薄い一般の人にとってはよくわからない業界でしょう。しかし経済において物流は最も重要なインフラの一つであり、経営においても最も重要性の高い戦略の一つなのです。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、最新物流業界の動向とからくりがよくわかる本。橋本さんが物流業界に少しでも関心を持ってもらおうと、詳しくわかりやすく物流業界の今を解説してくれている一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。さようなら。